アルト・ノラスは、フィンランド出身のチェリストである。世界を代表するチェリストの一人である。8歳の時に、ヘルシンキのシベリウス・アカデミーでユリオ・セリンにチェロを学ぶと同時に指示し、その後は、パリ音楽院で、ポール・トルトリエのマスタークラスで研鑽を積む。1964年にプルミエプリを得て卒業する。1966年の、 チャイコフスキー国際コンクールで2位を受賞し、受賞後は欧米を中心に多くの主要なコンサートホールで本格的に演奏活動を開始する。1970年にシベリウスアカデミーの教授に就任し、現在もその任についている。またソロでの活動の他に同僚と組んでシベリウスアカデミー四重相談やヘルシンキトリオの名義で精力的な活動を行っている。 ナーンターリ音楽祭の創始者でもあり、現在は音楽祭の芸術監督に就任している。1989年にフィンランド政府から文化財賞を受賞している。2005年5月17日には神戸国際会議場メインホールで開催されたインターナショナルチェロコングレスイン神戸2005グランドコンサートアイに倉田澄子、フィリップ・ミュレール、 斉藤健博松下周也、山崎信子、チョン・キョンファラと共に参加した。正確で緻密なテクニックと厳密な解釈で知られており、アンリ・デュティ・ユー、レイフ・セーゲルスタム、エイノ・ユハニラ・ラウタバーラ、エイリック・ベイリマン、アウリス・サ・リーネンなど、多数の現代の作曲家から新作のチェロ競争曲を検定されている。レコーディング活動では、フィンランディアレーベルに所属し多く CD を、 リリースしている。チェリストの長谷川陽子と上村綾野は彼に支持している。ありがとうございます。